前回基本の機能、動いてバランス取って打つ、リカバーして動いてバランス取って打つ、2対1で練習しましたが、まあ、実戦でラリー連だけやっててもあんまり意味がないので、ダブルスの場合実際問題このボレーがいますんで、このボレーヤーとのしっかり駆け引きをしながら打てるようにですね、こういうボールしっかりコントロールしてボレーヤーに捕まらないようにですね、なるべくボレーヤーを視野に入れてしっかりとボレーヤーとのやり取りをしましょう。あと後ろにいる場合にボレーヤーがポーチ出てきてもボレーヤーが取るかどうかの判断しないといけないんですよね。これうまい、見てて打ちましたが届かなかったですね。ただやってしっかり相手のボレーヤーが出てきたらしっかり逆方向へ打てるようにですね。で最悪まあボレーヤーストレートに捕まってもいいんですが、捕まった後にすぐ次の構えに入っていることですね。近いボレーヤーに捕まっているのに構えができてなくて、今見たくボレーストロークの方捕まって反応が遅れているようではストレートを打たない方がいいですね。特にストレートを打ったら捕まる可能性がありますんで、次の構えを早くですね。ラリー戦しっかりして出たらコース変更ができるようにですね。これ相手の方もしっかり逆に動いてくれてますんで、プレッシャーかけられてますし、これ捕まりました。これチェンジしっかりと早くですね。常にダブルスの場合は相手との連動が必ず必要なのと、このようにパートナーがポーチ出てきてても触れないなと思ったらステイしますし、触ったなと思ったらそこでサイドステップでチェンジしてきますので、その状況に合わせたチェンジが発生しますので、これもちょっとポジショニングを少し変えといてからの守りですね。常に全体の動きを把握することがここに入った場合は重要ですね。あとはやられにくいところに配球していくことが大事ですね。これも後ろの方の判断が向こうがいまいちだったんで、ボレーヤーが出ようが出まいが自分は自分である程度判断しないと、今の捕まって相手の方がすごくいいコース打ったんでやられましたが、やられることは必ずありますんで、ただこのしっかりと意識した上でのラリーができないと、ただ打ち合ってるだけだと試合になった時に意味がなくなっちゃいますんで、あくまでこのボレーヤーに捕まらないことを意識しながら止まって打つ、バランス取って打つができるように。